今日も練習していきたいと思います。昨日練習に来なかったので、なんかすごい久々にボウリング場に来たなーなんていう感じがしてます。はい、頑張るぞ。1回目でこれ出ればよかった。
よ、もうすでに暑い。まあいいです、はい、いい感じ。2ゲーム目も頑張ります。はい、1ゲーム目ね、2回もガタを出してしまったので、2ゲーム目はガタを出さないようにしたいと思います。頑張ります。
とってなったんですけど、1秒ぐらいからガター出してしまいました。さっきガター出さないって言ったばっかりなのに、バカ。Thank you.
ました。はい、またね、ダブルを出してからチキンを連発しているので、リラックスして投げたいと思います。もう汗だくすぎてやばかったので、前髪後ろにやっちゃいました。よし、頑張ろう。また出してるのが本当にやばい。ボールが完璧や。ナイス
出せてよかったです。よかったよかったよかった。同じゲームでもう一回投げられます。を出してしまったので3ゲーム目こそは出さずに行きたいです。3ゲーム目投げていきたいと思います。今日もねせっかくね3つボール持ってきてるのでライオンで投げたいところなんですがちょっと調子いいのでゴールドで投げ続けます。よなんだけどマジでガタ出さないようにしよう、ガタ出さないようにしよう、ガタ出さないようにしようと思ったらガタ出しちゃうみたいな。ほんとマジでメンタルやばいっすね。今ね、位置止まるほど体が硬くなってたんでちょっとリラックスして投げていきたいと思います。
あ、そう、悔しいな。投げるときにね、なんかやっぱりゴールドとね違う感じがあるんですよ。重みを感じる。なんか手が重いとかじゃない、たまに重みを感じるんです。よくわかんない。点数がやばいのでゴールドでいきます。
気がついたら10フレーム目でした。ライオンのボールでちょっと息抜きできて、ゴールドのボールパチッとハマってくれてよかったです。頑張る。全然腑に落ちない。あ、最悪。3ゲーム目、やばめ。はい、3ゲーム目ちょっとボロボロでした。やばい。118。ふう、見せたくない。はい、ちょっとね、3ゲーム目やばめだったんですけど、なんかガタを出さないようにと思ってて、まんまとループにはまってしまったなと思って、本当ね、マジでメンタルチキンどうにかならないかなと思うんですよ。多分、あ、ガタ出しちゃった、どうしよう、ガタ出さないようにってなってて、もうガタに直線みたいな。本当にね、やばい。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。なんかね、なかなか130、150の壁をね越えられないんですけど、で、うだうだしてますけど、いつも変わらず応援していただき嬉しいです。あ、ちょっとね、ガターをね出さないようにしたいですね。なんか初歩的なことなんですけど、はい、ということで、いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。